こんにちは。今日はですね、今日から始まりました、幻の海トラシカ2020っていうイベントを、新要素とともにご紹介してみたいと思います。まずはですね、参加できる場所はジュレットの駅の前から、バルバトスという方がいますので、こちらに話しかけるとできます。 で、基本的にはアイテムをゲットしながら高得点を目指すゲームで、ドラクエ10の季節イベントの中で一番人気のイベントとなってます。で、さらに今年はこの人気のイベントに新要素が加わります。で、広場でもご紹介されていると思うんですが、今年何かと話題のサメバーンが登場します。その他には、スピードアップ床。 というのが登場しまして、ここを触るとスピードアップできるなど新要素がありますので、プレイしながらゲームの説明、注意点、高得点の出し方など説明していきたいと思います。報酬の方もここでしか手に入らない良い,いものがありますので、そうですね、30分くらいやるとこちらのアイテムが取れるようになります。皆さんも取れるようになると思いますので、頑張って取ってみてください。 で、僕のチャンネルの方なんですが、ドラクエ10中心にゲームの説明とかさせていただいてます。また、情報発信のためのブログや YouTube、サーバーの設定など、そういう情報発信ツールの説明もさせていただいてます。興味ありましたらチャンネル登録の方お願いします。はい、ではやっていきたいと思います。 まず、バルバトスの方に話しかけてください。初めての方はチュートリアルがありますので、一人プレイでチュートリアルを終わらせてください。あ、すいません。浮き輪を忘れました。ちょっと浮き,浮き輪取ってきます。浮き輪の方は、一度入手して捨ててしまっても、傘アイテムの中に入ってますので、傘アイテムの中の浮き輪を装備しましょう。浮き輪,浮き輪には色々性能がついてますので、自分の相性のいい浮き輪を使って高得点を目指しましょう。 ゲームの実況はあんまり得意ではないんですが、ちょっと説明しながらやってみたいと思います。爆弾とアイテムが降ってくるので、爆弾の種類を見極めながらアイテムを拾っていきます。こちらが新要素のサメバーンですね。こちら、当たると動けなくなってしまいます。気をつけてください。 どうやらですね、サメバーに引っかかって動けなくなった状態で爆弾とかを受けても大丈夫みたいです。二重には引っかからないみたいですね。あそこに出た青いのがスピードアップ床です。こちらを踏むと移動速度が上がります。今、サメにやられました。これですね、こんな感じでスタンしてしまいます。今回このサメが進出規模図でとても避けにくいです。 ちょっと見極めるポイントが一つ見つかりました。ここの時にこのジャブジャブ、水のところがジャブジャブなってると思うんですが、両サイドの水しぶきがジャブジャブ上がったところを気をつけて、あの、アイテムを拾うようにするといいでしょう。ここからがお馴染みのボーナスタイムです。 この床を、スピードアップ床を踏んで、スピードアップして、この時に、高得点のアイテムを拾いましょう。左側ですね。左側水しぶきジャブジャブしてます。こんな感じでサメが突進してきますので、気をつけてください。まあな、なかなか見にくいんですが、両サイドのジャブジャブを気をつければなんとかよけれます。割とですね、 爆弾の爆発する種類を気をつけてアイテムを拾い続ければそれなりにポイントが取っていけます。で、ちょっと慣れてきたら高得点のアイテムやコンボになるアイテムを狙って取っていくといいでしょう。後半の方に高額なアイテムが出たりします。ステージによって高得点のアイテムが出るときと出ないときがあるので あんまり稼げなかったとしても、ステージによってはかなり稼げるステージと、逆にどんなに上手くても稼げないステージがありますので、何度か根気よくやってると、すべてのアイテムぐらいは取れるようになりますので、結構面白いです。やってみてください。またですね、今回真ん中のポールの周辺に柵がないステージなんですが、この柵の出方も様々ありまして、 柵がついてるところだと海に落ちたりしないんですね。なんでステージの難易度もあります。海に落ちちゃいますとマイナス5000点のマイナスと救済されてからまたここのゲームを再開するまでにペナルティのタイムがありますのでなるべく落ちないで拾っていくことが高得点の鍵だと思います。最後にですね。 もらったアイテムのプリズムの紹介をします。サメバーンプリズムと黄金サメバーンプリズムですね。こちらはこんな感じとなっています。最後まで動画の方を見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル、チャンネル登録とコメントの方とグッドボタンの方を押していただけると嬉しいです。よかったらドラクエ10とトラシカですね。やってみてください。ご視聴ありがとうございました。